やったサワイアンチャンネル、はい、どうも皆さんこんにちは、サワイアンチャンネルでした。さあ、はい、ということで皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、よろしくお願いします。ユンチョル一人でのオーツプリングやっていきたいと思います。はい、ちょっとね、今もうすごいね、すごいざわつきが、コメント欄で巻き起こってるかと思うんですけども、いつか皆さん落ち着いてください。まずはね、皆さんをね、フィールドの方へご案内したいと思いますので、僕についてきてください。おぉ。荒れてるな。はい、ドドン！こちら、今宵の舞台となるのはここ、お兄ちゃんのゲーム実況部屋でございます。よろしくお願いします。嵐が来そうな予感、そんな気がしてきました。嵐の前の静けさということで、本日、何をやっていくかと言いますと、サムネタイトルにもすでにあるかと思います。はい、ズバリ、本日の企画、プロスピA のお兄ちゃんの選択契約書、かつてに、使ってみた、こちらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ユンチョルのプロスピ A 代行企画でございます。はい、もうシリーズ化されてきました、この企画が。ことのね、経緯をたどりますと、ちょうどね、昨日の生配信見てる人、まあかなりいると思うんですけれども、そちらの方でね、お兄ちゃんがなんか5000万ダウンロード記念でしたっけ？うん。記念で、キャラが選べるみたいな。プロスピ A の、野球選手も誰でもいいから選べるみたいな。もうそれを、もう自分で選んでゲットできちゃうっていう、それとんでもないチケットみたいなのが配布されてたみたいで、でそれで昨日お兄ちゃんがどれにしようかな、ああしようかな、こうしようかなみたいな、でまあ結局まあ明日またなんか聞きますみたいなこと言ってたんですよ。まあそれをねユンチョル見て、まあちょっとね最近お兄ちゃん疲れてるし体心配なんで、先にやっといてあげようかなっていう。だいたいお兄ちゃんが欲しい選手はもう分かってるんで、ちゃんと心と心が繋がってるんで、そこはもう完全に皆さん安心してください。任せてください、ユンチョルに。はい。ってことでね、おそらく数十分でこのお家にやってきて、その選択契約書の動画を回す予定なんで、お兄ちゃん。その前に先に終わらせてあげようと思います。ってことで、早速やっていきましょう。シャーはーい、ってことで、早速もうやっていきましょう。本当に時間がないんで。お兄ちゃんパスワード変えてないかな、大丈夫かな、それだけがちょっと心配。それ変えてたら皆さんここで動画終了いたします。パスワードは、変わっていなかった模様です。はい、てことで、皆さんご覧ください。こちらですね、サワヤンのアカウントですね。これサワヤンのアカウントで、どこにあるんでしたっけ、これここかもしれない。あ、こういう、そう、契約書がいっぱいありますね。これ受け取らないと、これちゃんと、これ溜まってますね。これ整理整頓ができてないですね。これこうプラス99になっちゃってるし、これどこだ、ないこれ、これじゃない、これだ、これです。皆さん見てください、 S ランク選択契約書5000万ダウンロード記念 ×1、 これだ。ちょ、もう受け取りましょう、もう時間がないんで、受け取る、ポチ、おお、なるほど、もうこれで選んじゃっていいってことですよね。うん、もう選んでいいですよね。選んじゃって、誰がいい、金粒は。いや、でもだからもうプレゼントですから、これも5000万ダウンロード記念フェスティバルパーティーですから、ちゃんと選びましょう。で、昨日のなんか生配信でなんて言ってたっけな、あ、これウェンデルゲンいいみたいな、ウェンデルゲンいいみたいなこと言ってた気がする。まあ高速進化まっすら、あー、なるほど、まあ気持ちはわかる、お兄ちゃんと欲しくなる気持ちもわかる。あとは、これだ、そう、宮西が欲しいって言ってた。あー、スラーブっすね。このスラーブがいいんだよ。スラーブが 2個あるんですよ、2種類。これが強いらしいです。強いんだけど、だけどがつきます。だけど、いや、それでいいのかっていう、違うと思うんですよね。やっぱりユンチョルはね、ヤンの一押しヤンユンチョルの一押しはもう決まってます。決まってる。もうこれはみんな納得すると思う。もう完全に盲点。
ズバリノイジーノイジーでしょ。え、ノイジーめちゃくちゃ強いっすよ。確かに一択だね。もうもう完全に阪神が優勝したのはもうあの最後のもうノイジーの活躍があって、あっての優勝ですから、もうキーマンでしたよ。しかも皆さん気づいてないと思うんですけど、ノイジー選手と私ヤン・ユンチョル結構似てるんじゃないかっていうそういう説を提唱したい。お兄ちゃんはワゲスパツク、ユンチョルはノイジー、これでもう行きたい。ステータス見てみましょう。うわ、ほら肩 A 肩 A だよ。でこれ S にできますから、強化して、うんうん、強化して S にできる。あのね、やっぱ野球は守備から、守備で始まりますから、ノイジー選手は強いよ絶対。超流し打ち、これ絶対使いがいあるけどな。うん何が面白いんですか。いや面白くない、真剣に選んでるんですよこっちは。そうだよねえ、そうだよ、代わりにやってあげてるんですから、お兄ちゃんの成長のために弾道低弾道こうザーンってザーンっていける感じこれえ、ノイジー、ノイジーですよね。ノイジーだと思う人はぜひ皆さんグッズとボタン、ノイジーだと思う人はグッズとボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございます。もう今すごいすごい賛同者が今絶対増えてます。はい、ということでノイジー、上記の選手で間違いありません、チェツクマーク、え、上記の選手を獲得します、よろしいですか。カナップはノイジーがいいと思ってるんですよね。俺も思ってる。カナップも思ってるよね。カナップも思ってる。ユンチョルも思ってる。お互い思ってる。多いですから、こっちの方が、人数が。じゃあ行きます。3、2、1。おはようお兄ちゃん、はい、うわ。来た。え、すげえ。確定演出。タップスクリーン。長子くん来た。流します。リリース打った何？ゾーノイジー獲得しました皆さん、これ来た、テンション上がる、かっこよ、絶対喜ぶこれ。だって実質ユンチョル使えるみたいな感じですもんねユンチョルがプロスピに登場みたいな、最高だと思う。もう鍵つけときました、鍵つけといてもう大事だから、オッケーだね。はい、てことでね、あとはね、お兄ちゃんの帰宅を待って、それでね、もうおそらくね、めちゃくちゃ大喜び、そしてもうゲームズの撮影もね、楽しくできたということで、もうウィンウィン、お互いウィンウィンしかない、このサプライズプレゼント企画、きっと成功してくれることでしょう。それではね、お兄ちゃんの帰宅を待っていきましょう。しゃすり足の早いから。何のすり足したの？それはちょっとまだいけないかもしれないですね。意味が分かんない。ねえかな、普段。いや、ちょっと楽しみにしてて。うん。ちょっと水面下で、目進んでるから。これは言ったらちょっともったいない。お前なんかおかしいぞ。何か。いや、本当に。だからちょうどもう俺ら終わったから、ユンチュルも帰るよ。大丈夫っすね、カランプ。うん。大丈夫だ。オッケーっす。一旦。とりあえず。なんかお前らやばい、なんか。匂う。匂っといていいと思う、それは。そっちの方が面白いと思う。あのカメラなんだよ、回ってんだな、あれどうせ見せろよ、回ってんじゃん、おい回って、いや違う、これは違う、なんかやってんだろ、また違う、日常なんで怖くね、怖いよそれ、違う、ハンディも付け出したそういう違う、日常何かわかんないけど、これも良くない、違う、日常 VLOG で一回ボコボコして、違う、日常 VLOG の撮影だから、日常 VLOG、 その
サブちゃん、そういう本当にサバヤンのお前のサブちゃんの一言が出た瞬間終わりなんだよ。リアルな日常だから、お兄ちゃん何も知らない方がそのリアルが出るでしょ。おい、あそこでもうみんなこの第三者の視点で見れるっていう。じゃあカープ、じゃあじゃあもうちょっと、まあ、持ちましょう、あのカメラ。ログインした状態だって。何が？バス。どういうこと？いや、なん、え、プロスピは何もしないですよね。何もしない。何もしない。わ？何？いやでもこれ、これもアシラの事実だけど。わって何？プロスピは？プロスピは何もやってないよ。だからこれもアシラの事実。だからこれ。これを普通にその日常風景の撮影として回してたのは事実。じゃあもうとりあえずもうこれ撮れたんで、うん、もう解散しますか。だね。うん。オッケーオッケー。大丈夫。よし。よいしょ。オッケー。まさかだよ。じゃあ先生、お疲れでした。待ってお前。いやいやいや。何、どうした、どうした、大丈夫？カンプ、ダメだ。ダメだ。何、痛い！何、何、何、怖っ！ちょ、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 落ち着いて、落ち着いて。すごい、すごい、推理してる。頭フル回転してるぞ。ダメダメだ、あ、やばい、おいやー、ブタだ。何がノイジーだ、てめえらマジで。お前ら配信見てねえのか。てめえも何を見たんだ。痛い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 。何を見たんだてめえは。なあ、おい、あー、おう。やめてくれ。これ俺にだね、お前の状態は。歪んでんじゃん。お兄ちゃんがやったからだよ。ちょ、待って、話を整理しよう。黙れ、一回俺に喋らせちゃってるもんね。整理しようじゃねえ。あのさ、やってくるでしょ、絶対。事実確認しよう。努力は何も実らない。でもやっぱ正しい方向に努力することは大事だよね。その努力は必ず。お前喋るな今日。もうさ、ガチャはさ別にミキサーしたらまた引けばいいって金なんとかなるもんだけど、年に1回しかもらえるやつなんだ。もらえないんだよ。選べたの選手は1人、日本で俺らだけだよ。低弾道のノイジーを取ったのは自チームでもなければ他チームの強いやつでもない。一番いらないよ。何を基準にノイジーにしたの？ユンチョに似てる。ちょっと見て、つかお前そのツケ回ってくる。じゃあ見て、肩の力 A。 別にそんな強くないですよ。肩、守備 C だ、 D。 それをお兄ちゃんがどう使うかでしょ。もう一回見てみて、ちゃんと使わねえ。せめてウェンデル家にしろ、似てるって言うの。
なんでそれよりノイジーなの。100倍お前 T シャツ舐めてんじゃないぞってなんでかっこいいでしょ普段これ着てんだよこれ。デスターがくれたんだもん。大事で引退するわ。ちょ本当にやめよそれは。みんなまだ頑張ってほしいんだから。競技登る引退しますよ。最初の試合でもネタがもう。だって今日撮影する予定だったでしょ。だから代わりにやっといてあげたの。そしたらお兄ちゃん撮影する必要ないじゃん。誰がこの時期ノイジーの動画見てるんだよ。ノイジーに使っていいと。誰が見たい。俺がノイジー使ってるところ。え絶対見たいでしょ。だってグッズともなすごいことになってるから、ね、なんでノイジー低弾道の低弾道じゃねえだろそもそも。でもホームラン打ってるから日本シリーズで。いや絶対みんな見たいからお兄ちゃんノイジーは。誰も見たくねっつってんだって。しかも落ち着いてしかもユンもう誰も興味持ったことねえんだよノイジーに。持ってだから持ってほしいからその機会を提供してるの。お前ノイジーのお前代理人かお前マネジメント一応ノイジーマネジメント家庭に勤めてる一応だとしたらノイジーマネ今後の募集考えればいいですお前を代理人してる時点でいや A 団だと大きく間違ってるよ。お前を代理人に任命した時点でノイジーは大きな間違いしてる。しかもそユンチョルに出るからもうユンチョルがずっとプロスピの世界にこれでいることお前はさ何ニヤニヤしてるそば食べれない何て食べるお前マネージャーなんすかマジで嫌な気持ちに嫌な気持ちにちょっと俺も押されてそれでねこれバカに付き合って一緒カメラ撮っとくからさてもできるだろお前はいはいはいはっきり言うよはっきり言うカラップもノイジーがいいって言った証拠取ってるから違う証拠があるあの発言ありがとうございます俺らはこれぐらいしかやってあげられないけどあとはもうちょっともうやれることはやったから全部終わりだ終わりお前、コナミに連絡して選択契約書もう一個もらえでもそれはさ、不平等じゃない。みんな一枚でしょ。はーい、ということで今回のプロスピ代行企画無事大成功しました。素晴らしい。で、これでもうムーブメントが起きるから次はお兄ちゃんがノイジー使ってみたっていう動画撮ればムーブメントができるから。こうやって無線するわ。はい、お前んち行って、うん、お前の大事なスニーカー全部マメにする。クソマメにする。クソマメにする。クソ。うん。スリーツにしてくれって。セメントみたいな。で、そしたらこっちもやるから。クソマメにする。もうお互いクソにまみれろよ。いいよ。クソまみれ兄弟になろうよ。もういいよ。いいよ、俺やる。もうどうぞ。俺ももうやるからね。クソマメ。ここでこう出してこういくから。俺やるから。俺もやるから。俺ガチやるから。こうやってこう。俺ガチやるから。本当にやるから、ね、お前もやるから、ね、俺も泥パックみたいな感じにするから、ね、お前もやるよ俺やるっつってやるから、ね、2人とも落ち着こう一回冷静になろう冷静にあらだよし皆さんでグッズのボタンそしてチャンネル登録そして通知オンのボタン忘れずによろしくお願いいたします。こんなにグッズのボタンつけるのみんなね、ま、本当にみんなだから応援してるんだから皆さん本当にありがとうございますってことでねお兄ちゃんねノイジー使ってみたこちら見たい人もね忘れずに押しておいてください。もう間違いなくねもう大車輪の活躍をしてくれるかとユンチュルは思っております。はいってことでねまた次回動画でお会いしましょう。バーイ。